ですね、とっても悲しいことが起きました。今ですね、石亀の水槽をですね、かなり汚れたんで水替えしようかと思ったんですけど、一匹ですね動かない個体があって、見てみたらどうもなくなってますね。全く動きません。完全に死んでます。お尻のこのなんていうんですかね、糞を出す総排泄口ですかね、ここもなんか弛緩しているような感じです。この個体ですね、おそらくですね、甲羅のこの辺になんか白い汚れの跡があるんですけど、おそらくですね一番最初に見つけた個体だと思うんですけど、一番元気で一番安全かなと思っていたんですけど、まさかの急死ですよね。結構ですね、何センチぐらいだろう、甲羅の大きさから言うと5センチ以上ぐらいあるんですけどね、もうここまで大きくなったらもう冬眠もできるんじゃないかなというぐらい安心してたんですけど、まさかこんな結果になるとかは思いませんでした。昨日の時点では元気に泳いでたと思うんですけどね、水質の悪化が原因なのか、もしかしたら水カビが体の中で悪さをしていたのか、ちょっとよくは分かりませんけど、とっても悲しい結果です。残りの5匹は今んとこ元気なんですけどね。なんでかな、全く動きませんね。とっても残念な思いでいっぱいです。水替えが終わったら埋葬したいと思います。それでは皆さん。